300g だそうです。体重は分かって、そのあれをした先生まだやってないですけど、ああ診察しましたよ、うん、別に何も悪いことないですね。やってもらえればもうでかいってもいいし、飲みだみだけ300だとまだ1ヶ月ちょいかもね。2ヶ月はなってないね。2ヶ月はなってないですけど、チュールは食べれたって言ってましたね。すごいお腹空いてると思います。チュール食べてついでに私の手まで噛みついて、あな、なに噛み、あ、すごいすごいすごい、ペルペルしてる。あ、横、先生どういうことですか。そうそう、上に文字が来てれば、上に文字、上に数字が来てれば、あ、来てない、こういうことですよね。お、なかなか、なかなかいい、お話伺ったら仙台まで帰られるそうなので、ちょっとその体重じゃまだ無理なんで、1キロ超えるまで、お家でお預かりすることになりました。もかちゃんと一緒に12月1日に、羽田まで運んでいこうと思います。もう一匹いるんだ、エビちゃんが、あの指6本のやつ、 はいはい、あれも多分12月1日には行かない、はい、うちは大さいかもしれない、これも、はい、今晩きっと家族会員ストーンブルーム、ストーンブルーム終わってますよね。でちょっとで、あとですね、30分ぐらいちょっと我慢させます。この中で、はい、入れて、お母さん入れて、フロントラインスプレーしたから、ごめんごめん、とりあえずお部屋に来ました。大きさ日齢的には多分1ヶ月、なので、いや軽いわ、本当にガリガリだね、痩せて、でも元気です、男の子だそうです。だからコマッチと同じぐらいだなと思います。まあ、とりあえずちょっとあと1時間ぐらいここに入れて、カリカリを食べるかどうかですね。はい、ちょっとゆっくりね。食べる？食べるな、食べる。なんだよ、300g でコマッチより全然楽じゃんよ。食ってるよ、もう。食いましたね、ロイカラムス。エビちゃんより食いますね、これは。心筋とかも多分ないような感じなので、大丈夫ですね。まあ今日一晩ちょっと様子見てながら。いいよ。はい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 。はい、どうしよう。それでさ、それでさ、肝心な。エビちゃん食べないとダメなんだよ、エビちゃん。エビちゃんはご飯食べないと、エビちゃん。ご飯食べたから。エビちゃん、はい、ご飯。エビちゃんも夜食。食べてよ、ほら、エビちゃんも夜食。パン食べないのも夜食。そうそう、食べてよ。はい、で、おこまさん、おこまさんいらっしゃい。さん来て、そこ食べたらさ、しまえないから、どうかしまらないから、うまじゃないんだよ、うまじゃん、よいしょよいしょ、はい、おこまさん、舐めないので、朝舐めるね、朝ね、しないか、しないでいいな。
顔拭いて。うん。うん。はい。ぼっちゃん。おしっこもいっぱいしてますね。おしっこもいっぱい出てるようです。よいしょ。はい、はい、どうしよう。今、夜、夜中のですね。何時？ 12 時45分ですね。食べてなかったので、多分、うんちの方が出るのはまだ後かなと思います。はい、4時10分です。はい、こちびさん、さっき12時、1時前にちょっと起きてですね。よいしょ。おはようございます。こっちもした。はい、今日は梅だけだね。これはまたちょっと早いかな。もう少しこのまま回しておいていこうと思います。食いしん坊さん、はい、食いしん坊さん、ピカピカの食いしん坊さん、はい、5時20分です。控えめな。カメラが入らないですよ、ここまで。ケルコちゃんの場所通れない。食べてはみんな。ちょっとガチ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 しちゃっててくれるんですけど、ちょっと。あまりポコちゃんもゆっくり移すことがないんで、はい、ポコちゃん、お薬からね。はい、行きましょうね。はい、どうぞ。そんなに早くはない。5時40分。全然早くないですね。もうちょっと遅いぐらい。ポテコが出た。ポテコいいよ、ポテコ。はいはい。待ち、こじ。トラー、はいはい、ノラノラオキョウちゃん、ハッチ、イノ、閉めるよ。シロタ、はいはい、ハッチ、はい、コナツ、はいはい、コナツ、いいよ、おいで、はい、チロル、入って。あれ？トラがいないの？トラ。よし。よいしょ。よいしょ。はい、おはようございます。10月10日。火曜日か、火曜日になります。まあ何十年か前まではここが体育の日ですね。東京オリンピックの開会式であったんですけど、
覚えやすくてよかったんですよね。10月とかよいしょ、はい、どうぞ。入ってこなかったんで、まあ、よかった。よしよし、小次郎君珍しいね、食欲バッチリだね。 OK、 よいしょ、はい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 、キューちゃんがなんでそこに這いつくばっちゃうかな。あれは今度も食べるんだ。はい、どうぞ。ガシッと、おー、今日すごいね、ここの講座は今日もすごいですね。はい、あの、それでいきました。あれ、小次郎がもう降りてる。なんで、はい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 、トラキチ君帰ってきました。これ、アホ返事できるの、トラちゃん。はい、おかわりタイムです。おかわりタイムで気を引いてる時にですね、3回目の、出入りをさせると、はい、どうしても出たいやつは出ちゃうんですけど、よいしょ、ちょっとビビ、ちょっと場所違うかな。はい、どうぞ。なんかお皿さえ見えればあげることができますね。お皿が見えないとですね。ピコは何やってもピコ。ピコ、ピコ違うんじゃない？ピコこっちだと思いますよ。え、でもピコだ。ここに来たの珍しいね。変わったね、場所がね。はい、どうぞ。はい、よし、はい、どうぞ。も見ながらなんで、やっぱですね、目玉が3つも落ちもないんで、ワンオペの悲しいところですね。じゃあどうぞ。はい、トラ君別皿で食べてますね。もうやめなさいって、綺麗にあんな残ってんじゃんこいつは。あられもちょっと別皿で先にあげました。やち、なんでスターにあげたのに。はい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 、この夏そこに至ってさ、あげられないわけよ。
とチャメにフロントラインして終わりですね。けけっ、来るわけ、そうやって。ここじゃ自分で来たね、自分でここまで来たね、よしよし、ね、ね、よし、あれはちょっと君たちどいてください。ゆいちゃんだ、はい、どこちゃんだ、よいしょ、ちょっと待って、こっちだ、こっち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 に置いて、こうしてあげたら、はいはい、よしよしよし、そしたらね、風の音がうるさくなって、残っちゃうわけ、はいはい、食べた人たちはみんな出てください、いいポジションだね、せーの、よし、いけ。気をつけて、レインが入ってる、気をつけて、サッチャーが来た、あと小夏を出してくれる、小夏、小夏も、小夏を出さないともう大喧嘩になるから、レインが、朝焼け、綺麗だ、朝焼けが反射してますね、ちょっと朝焼け取りに行きたいな、どこかな、ちょっとまだ食事途中なんです、うわ綺麗、今日は朝焼けがすごいので、ちょっと朝焼けだけ取りに行ってきます。お、すごい勢いで場所が入ってきましたね。朝焼けの匂う音、おー、すごい。あ、綺麗だ。今日は素晴らしいですね。風向きは逆なんで雨は降らないと思います。このままちょっと、これちょっと広角なんですけど、このままこっちへ振ってみますね。おー、綺麗なトラちゃんがいますね、真ん中に出して、そうね、はい出す、ママちょうど掃除できるから、はい出すよ、はい、いよいよ出て、はいどうぞ、あんたたちみんな出て、はい、いいよ、解放ねえ、野良猫だったな、ケージトレーニングできてるね、里親さん募集だね、おいでよ、ほい、プティ、おいで、入れ替わるよ、はい、ガクちゃんお薬です、まあ、今日飲めば明日手術なんだ、飲まないね、口開けないからね、何言ってくるか分かんねえんだよな、俺、まあ、いいや、しな、まあ、なんかちょっと気に召さないみたいですけどね、やっぱブリの方がいいのかな、あの女、あったな、マグロめ、これマグロなんですよね、
数に限りがあるので、もう本当コウメ専門で専用ですよね。いつもご支援本当にありがとうございます。コウメちゃんの喜んでおります。僕たちは私たちです。よし、ママが掃除が終わったら迎えに来るから待ってて。あなたちょっとちま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 してるよね。本当この顔と全然違いますよね。大きさ的には全然違いますけど、もうこれがすごいですよね。目がこのブルーなんで、まだ2ヶ月全然経って1ヶ月ちょいだと思うんですけど、たくましいですよね。はいはい、おいで、エビちゃん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 たちはあっち移そうかなと思ってますね。キラー、はい、帰り、はい、出てる、はいはい、何を何、よいしょ、はいよ、よかったね、キラーね、よし、行こうね。今日は涼しいですね。まるおいでよ。はい、朝方です。2日前が、まあ、また暑さのピークで30度超えてましたけどね。朝から夕方まで涼しくて、今朝は涼しいですね。マールが来ない、マールが今戻ってきちゃったんで、多分これドラが来ましたね。